内藤亮です、今回はセカンドミル効果について解説していきたいと思います。私、足掛け薬剤師斉藤亮と申します。このシリーズは食物繊維の基礎のシリーズにのっとってやっております。でこの、セカンドミル効果を見ることによりまして、食後に起こる体調不良の改善などが、期待できると思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。まずセカンドミル効果の、3つの要点をまとめております。まず1番目、次の食事に影響を与える。2番目、血糖値上昇抑制効果がございます。3番目、糖尿病発症の抑制につながると言われております。はい、まず定義ですね。前の食事、ファーストミールの内容により次の食事に影響を与え、後の、血糖上昇を抑制するという効果があると言われております。具体的に申し上げますと、朝食に食べたものが昼食にも影響を与えるという効果の定義でございます。はい、基準なんですけれども、満食時、朝食の内容により、糖質の消化吸収の遅延が起こります。GLP-1 の分泌を刺激し、胃の内容物排出速度の遅延が起こります。これにつながり、食事の後の、急激な血糖上昇の抑制を行います。はい、このセカンドミル効果の内容なんですけれども、得られる効果としましては4つ挙げております。食後の血糖上昇効果、血中コレステロールの正常化、満腹感の持続、内臓脂肪蓄積抑制効果がございます。セカンドミル効果を、実証できる、食材の一覧を挙げております。食物繊維と、高タンパク質、低GI ですね。実践方法なんですけども、1日3回朝昼晩、それぞれに対して、このような食材を用いるのが理想なんですけども、なかなか難しいのは現実ですね。なので、僕のおすすめなんですけども、白米と大麦またはもち米の混ぜご飯を、食べましょう。これでしたら多分朝昼晩と、食事ができるかなと思います。あとは納豆とか魚を、一品ずつ、加えることによって、食後の血糖値を上昇、食後の血糖値の上昇を抑制できるかなと思います。でまとめです。セカンドミル効果っていうのは、次の食事に影響を与える。2番目、血糖上昇抑制効果がございます。3番目、糖尿病の発症抑制にもつながります。以上になります。ご清聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。それではバイバイ。